内山交渉老指定書消防現像現状公案第3回昭和61年2月15日今日五条総選時にて収録。このテキストの1枚2枚で、で3枚目の34条って書いてある、表の3行目の下、滝には灰となる、さらに帰りて滝にとなるべきにあらず、しかあるを灰は後滝には先と堅守すべからず、知るべし滝には滝の方位に従して先あり後あり前後ありといえども前後裁断せり、灰は灰の方位にありて後あり先あり、かの滝に灰となりぬる後さらに滝にとならざるがごとく、人の知るる後さらに生とならず、しかあるを生の死になると言わざるは仏法の定まれる習いなり、このゆえに不生という死の生にならざる法輪の定まれる仏典なり、このゆえに不滅という生も一時の位なり死も一時の位なり、例えば冬と春とのごとし、冬の春となると思わず春の夏となると言わぬなり、人の悟りを売る水に月の宿るがごとし、月濡れず水破れず広く大きなる光にてあれど、積寸の水に宿り前月も未天も草の露にも宿り一滴の水にも宿る、悟りの人を破らざること月の水をうがたざるがごとし、人の悟りを軽下せざること適路の天月を軽下せざるがごとし、深きことは高き分量なるべし、時節の長短は大水小水を検定し、天月の公共を弁守すべし、新人に法いまだ散歩をせざるには法すでに垂れりと覚え、法もし新人に充足すれば一方は足らずと覚ゆるなり、例えば船に乗りて山なき海中に入れて四方を見るにただまろにのみ見ゆ、さらに異なるそう見ゆることなし、しかあれどこの大海まろなるにあらず、こうなるにあらず登れる海徳尽くすべからざるなり、宮殿のごとし洋楽のごとし、ただ我が眼の及ぶところしばらくまろに見ゆるのみなり、彼がごとく万法もまたしかあり、人中格下多く様子を大せりといえども、山岳原力の及ぶまかりを堅守絵守するなり、万法の家風を聞かんには応援と見ゆるより他に残りの懐徳三徳多く極まりなく、世もの世界あることを知るべし、傍らのみ格のごとくあるにあらず、時期へも一滴もしかあると知るべし。まずこの現状公案のマーキーをですね、文章を私、大体の13段に分けて読んでます。その私の分け方はね、この医薬現状公案っていうのそれと対照してね、ご覧になっていただきたいですね。でこの13段のうち、このテキストの2枚目のね、
裏の、あ、4行目のところで、五尺の吸血なるあり、吸血なる五尺を長調しつならしむってね、ここまでがね、まあ、第6弾の終わりですね。ここまでがね、いわばこの玄奘公案の巻の総論ですね。そして、第7弾、人を始めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を利却せるというの。ここからは第7弾になるけれど、ここからが以下はね、格論。それで、それまでは玄奘公案の巻として、大体総論の話、それから以下は格論の話。まあそう思って、見ていただきゃいいと思うんだね。で、おじさん、それちょっとね、よし、つけて。ほいで、七段のね、話、人初めて法を求めるとき、そこからの文章、この前回にもう読んだわけです。だけれど、まあ、初めての人もいるし、あれですね、各論の初めとしての、その人を初めて法というところからね、ちょっと繰り返しながらざっとお話しして、そして、まあ、今日の話続けようと思います。で、人を初めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を利却せり。これね、大体仏法を求めるっていうときに、すでに身を仏法の中に置いていなきゃ仏法にならないんです。例えばね、私は慈善事業をやりたいと思う。しかし慈善事業をやるためには、まあお金がかかる。ところが私はお金持っていない。しかしながら、まあこの目の前のばあさんはそのお金たっぷり持ってる。で、このばあさんはもう余生が短いんだし、このばあさんにお金こんなにたくさん持たせておくのはもったいないって、まあまあそう考えて、それでこのばあさんからお金を巻き上げて、そして慈善事業をしようという、そういう発想はね、大体初めから慈善行為になってないもの。これ慈善事業を始めるのに、目の前のおばあさんを痛めつけておいて、そして、まあ、この頃のテレビだったら簡単に殺すじゃないか。そしてそのいくら慈善事業をしようとしたって、これは慈善事業にならない。それと同じように仏法を求めるのにね、この仏道を修行して、俺は悟りを開いて、俺だけは偉くなって、こういうのはね、いわゆる愚道って言いながらね、貪欲的愚道だ。俺だけが偉くなるっていう、俺が偉くなるために修行するっていうのは貪欲だ。そういう貪欲的愚道じゃね、大体初めから仏法と相応しないんです。それで人を初めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を利却せりっていうのはそういうことだ。だから仏法から始まる、仏法を求めるのには、仏法としてまず身を仏法の中に置いてからなきゃならないってことですね。これが大体今普通座禅修行でも修行ってやつは大概貪欲的愚道だから、それでもってはるかに法の偏在利却してるもの、なんとか俺悟り開いてみんなを抑えてやりたいんだって。それじゃもう全然違う。で、法をすでに己に承伝するとき、速やかに本文になり、
でこれ大切なのは何て言っても法っていうことです。仏法ということね。で私まあいつでもここでお話ししてるのはこの巻に限らずね、いつでも法仏法ということを強調してお話してるわけですがね、一口に言ってね、今法っていうことその辺に出回っているたくさんの仏教の本があるじゃない、そういう本ちょっと見て覗いてみて ご覧なさい。まず法っていうのにあらゆるものとかね、存在とかって現代語訳されてる。だけどこれはね、そのあるものとか存在とかっていうのは全く法っていうことは当たらない、それだけは間違いない。というのはね、仏教で法とか仏法とかあるいは万法とかっていうのはね、このすでにこう見られた向こう側のものですね、あるいは考えた考えられた向こう側のもの、そういうものじゃないんだ。そうじゃなくて考えると考えられる、あるいは見ると見られるっていうね、だから自分と世界と、そういう自他、それから脳書ですね、脳っていうのはする、それから書っていうのはされる、その自他脳書の分かれる以前が法なんですね。だから心房一如っていうの、心と法と一如、それから一心一切法、一切法一心だ、その一心と自身ですね、自分の自身と一切法と、だから私がいつも言う、私が生きてるってことは一切を生命体験しながら生きてるの私は。だから一切のものは私にその生命体験されながらあるってことね、それが一心一切法だ。それをね、今の時代みんなそれ、見ると見られるとって言って、こういわば科学的考え方っていうのは、その脳と書と断ち切っちゃうのね。そして断ち切っちゃって、それでなるべく主観を入れず純粋客観として見るっていうのは、それが 学問的ってこう言ってるわ。それで学問的っていうことが素晴らしいことかのように思ってるけれど、それだったらもう生命がないんだ。例えばお医者さんがね、そのお医者さんが医学だけ勉強して、それを持って患者を処理するつもりになってら、これは一つの処理だもんね。それでそこには生命ない。本当は生命の実物っていうのは患者の病気なんだ。これを今の医学の知識を当てはめてって言ってもね、その別れる以前の生命実物を見ていなきゃね、ヘボ医者ですよ。いや昨日もお医者さん来てその話して、そういうのを分けて考えるのはヘボ医者だって私言ってたけどね、私どうも私のところへ来てくれる人お医者さん非常に多いんだ。だけれど同時にまた、だからお医者さんっていうのは生命取り扱ってんだからね、だから、そんなただ科学だけで医学っていう学問だけで処理していいわけじゃないんだ。この別れる以前の生命を見て、それが生きた目を開いてってことですね。いや学校の先生でもそうだ、今の先生っていうの自分がさ、もう生徒を処理するつもりになってんだから、それだから困る。落ちこぼれっていうのを作るの何とも思わないで、こうその何て言うんだ、偏差値っていうんでね、輪切りにして
落ちこぼれでじゃんじゃん作ってんじゃない、こんなの教育にならない、生きてる話じゃないから。で、生きてる話って言ったらば、その私の言う共に育つ子供が、子供を育てる中に自分も育ち、自分が育つ中に子供も育てるという、そういうところが本当のね、生きてる生命に眼を開いて行動することですね。これが仏法のね、その法っていう根本だもの。それ今の科学者なんか、その手も足も首もちょんぎってさ、頭だけこう解剖して研究し、手は手だけ研究し、足は足だけ、肺臓は肺臓だけって言って、それでもっとあとくっつけて、もうそれでね、生命が通うかっていうんだ。もう一旦切っちゃったらね、生命はもう通わないんだ。ただ一つの生命体を二つに分けて考えるっていうことはこれはできる。二つに分けて考え、いくつにも分けても考えてもいいけれど、それを断ち切っちゃっちゃダメだ。それ今、まあ、みんな解剖しちゃうんだからね。で、今の主観と客観っていうね、法っていうと客観的法だと思ってると大違いだ。客観的存在じゃない、主観と客観と人ひっくるめのところ、だから自身と万法と分かれる以前、それだから一心一切法、一切法は一心だそこが大切なのね。で、ところが我々ね、誰でも彼でもそういう一心一切法、一切法一心の生命実物を生きてるんですよ。これをね、まあ生命実物っていうと私も決していい言葉だとは思っちゃいないんだ。それでまた実物っていうとすぐここにある実物ってね、向こう側に考えるから決していいこっちゃない。それでなんとかもうちょっといいことはないもんかと思ってるんだけど、これまあ生じは仏の御命なりっていうね、生じの正法眼蔵の生じの巻にありますがね、この結局御命な、この二つ、私の生命実物って言ってる言葉はね、御命だ、その生じは仏の御命だ、この御命をね、みんな誰でも彼でも生きてる。それでこれ、この前も言ったけれど、生まれてから死ぬまでね、一体いくつ呼吸するんだ、これ絶えず呼吸してるの。これ私この頃肺が悪いからね、呼吸が非常に、私のこれ、あれ肺のね、あれ肺気腫って言うんだそうだけど、レントゲン取ると真っ黒に出てくるね。それから肺病の方はこう白いムラムラになって出てくるでしょ。そうすると白いムラムラと真っ黒のところを取ってるのはこう見事なもんですよそれだから呼吸としては苦しいもの、呼吸として苦しいとなってくるとね、しかしそれにしてもよくほぎゃって生まれた時か、今までねよく息してきたな、1分間にいくつの割高しやないけど、とにかくこれ70何年も、息してるってことは、これは大したことだ。しかも寝てる時までやってる寝てる時でも絶えず休まずね息してんだからね、これ俺がやってんじゃないに決まってんだ、これ御命だ。これがまああれだ、真宗のね、あれだと阿弥陀さんの御手の中、それから観無量寿経でいや無量寿如来の光明摂取不捨っていうね、摂取して取り上げて捨てずっていう、その摂取不捨の光明の中に生きてんだもん。それねだからね、その点私のそんな話聞いてて
まあ皆さん方そうかな、そういやそうかなと思う、あるいははてなと思う、その思いそのものがもう天地いっぱいのとこからふっと浮かんでんだっていうことを忘れちゃならないね。この俺浮かばせようって言うんで浮かんだんじゃない。それこそその一心一切法一切法一心の生命実物から御命からふっと浮かんでくる。そういう意味でね、大体みんな天地いっぱいのところから生きてんだ、間違いなく。ところがそのふっと浮かんだ思いね、これも天地いっぱいから浮かんでくんだけど、その浮かんだ思いの内容っていうとね、いかにも天地いっぱいでないことを思うんだね。そこのところが面白いね。それこそなんとかうまいことしようって思ってんだ。それで天地いっぱいのとこから甚だ天地いっぱいならざる思いを浮かばせるってことだ。それでね、結局その要するにふっと浮かんでくるっていうのね、これは天地いっぱいからのそのあれですね、我々に頭がある、その頭からの天地いっぱいから分泌してくるんだね。分泌物、要するに思いは頭の分泌物だ。それでところがその分泌物たる思いはね、いつでも分別的っていうことね。分別っていうのは俺と向こうをとって分けるっていうことね。そしてあれとこれとって分ける、天地いっぱいの二つに分かれる以前のところから浮かんできた思いでもってちゃんとあれとこれと俺と他人とって言ってね、みんな分けちゃう。それだから そうしといて俺が仏法を求めるっていうね、それで俺がなんとか悟りを開いて俺が偉くなるってね、そういうんだから仏法、遥かに法の偏在を理却する、こういう仏法っていうのはね、外側へも向かって求めるもんじゃないんだってことです。初めからもうずんぶり仏法の中に生きてるんだから、それ求めようがないんだ向こう側に。で、一船に乗りてゆくに目を巡らして岸を見れば岸の映ると誤る、目を親しく船に作れば船の進むを知るがごとく、信心を乱走して万法を弁行するには自信自性は常住なるかと誤る、もし安理を親しくしてこりに帰すれば万法の我にあらぬ道理明らかした。要するに船に乗ってる人と岸とっていうのはね、分けて、そしてあの船に乗ってる自分から向こう側見りゃね、岸が映ってくように見える。しかしね、よくその本当の自分に立ち返って見直してみたら、何自分が映ってんだ。それでところがその自分が映ってんのを自分を固定させて、自分の目からこうあっち映ってんなとこう見るっていうのはどうせ間違いなのね。この自分を物差しにするっていうのが間違ってるってことだ。それで大切なのはそういう自分が物差しにはならないなっていうね、そのいうことを知ることがね、懲りに帰すればだ。で、自分を物差しにして見てればこそあれとこれとって言って全てがあるあるの世界だ。しかしその自分を固定さ、自分は物差しにはならないということがよく分かったら、結局は全て あのここのものはね、ないないだ。だからあの万法の我にあらぬ自説なしなしなしだ。
それで結局そこにあるのはって言ったらね、字と他と、それから脳と書と二つに分かれる以前、その生命実物だけだ、御命だけだ。それでそれいうふうにね、事故が事故に立ち返ってみたら、一つあのその本当に自分がそういう固定した眼物差しにはならないんだ、まず分かる。そうするとあるものがそう、その我々の目で見たような、我々の頭で見たようなあり方じゃないんだっていうことは分かるのね。これがあの法すでに己に証伝した時だ。あの全てに分かれる以前に立ち返ったことね。だからまあ理屈としちゃしていや、そういうことだ。ここな問題はね、まあ理屈としては、まあ、一応それで分かりました。しかしながら本当にそういうあれの、法すでに己に証伝するって、まあ、そういうもあれにはなりきっちゃいないものね。それでなんとかそこのところをその、法すでに己に証伝した話になりたいところね、我々としては。それでそういうことが今日のこれからの話なんですよ。いいですか。それでその第8弾が滝には灰となる、さらに帰りて滝となるべきにあらず、地下あるを灰は後滝には滝と堅守すべからず。現状公安のね、文章はね、そのちょっと表面的に、全く文意のつながらない、その途切れ途切れの文章がね、羅列してあるように見えるね。でそのいかにもあっちへすっ飛び、こっちへすっ飛び、そのする禅問答さながらの文章だ。そしてまた、あのこういう現状公案の文章をですね、それを文意をたどって結局の全体として何を言ってるかなんてね、考えることは禅の文章を読むのにふさわしくないとでも言うのかね。今その辺に出回っているそのまあ現状公案の注釈本もたくさんある。いや昔からの注釈本もそうだけど、これ全然そのこの現状公案の全体としての意味は一体何を言おうとしてるのかって、ね、それをつかもうと努力してる本、私今まで見たことないね。でそれバラバラのまんまにただ語句の注釈をするっていう、それがいかにも禅の本を読むのにふさわしいかのように思ってるらしいんだ。しかし私はそうは思わない。少なくとも道元禅師がね、この現状公案っていうの巻を書いて、それでここに現状公案っていう名を打たれて、題名をつけて発表されてる限りね、これはやっぱり現状公案のことが書いてあるんちやね、全体として。それでバラバラのね話じゃないんだ。それでどうしてもその大体その全体としての脈絡っていうのはね、どういう意味でそこまで読み取りたいっていう、そういうつもりで私読んでる。しかしそういうつもりで読んでんだけれど、今ここに出てくるね、その滝には灰となる、さらに帰りて滝にとなるべきにあらずっていうのはね、前の段との間にね、もう非常に大きな断層があるように思えるね。一体何のために突然
滝は灰となるって話持ち出したのか。全く突発的だ。闇の中からピストルがバンと飛び出してきたような調子で書いてある。しかしこの道元禅師だってのやっぱり人間の頭を持って書いてんだから、ここにどうして滝は灰となるってね持ち出したか、その道元禅師の頭の構造をね、そこまで読み取りたいって私は思うんだね。そしてむしろそこを読み取った時に初めてこの段に言われる深い意味も分かるんだと。それでね、そういうつもりで、まあそれこそまあ私この前も言ったけど、何回でも何回でも、まあとにかくこの玄奘公案の巻を手にした時から50年かかってんだからね、50年かけて一生懸命繰り返し繰り返し、しょっちゅう毎日読んでるわけじゃないけど、時々出しちゃう、繰り返し繰り返し読んでみてですね、結局そうしてみると先の段に第七段ねには人を始めて法を求むるとき、はるかに法の偏在を理却せりと、それで法すでに己に承念するとき速やかに本文になりとこうあったね。そうするとここじゃまだ仏法っていうのは求めて得られる法じゃないんだってこういうことを言ってんだからね、まだ、法すでに己に承念するときって言って書いてあるけど、まだ法が承念、己に承念したいしていない話だ。ところがこの次の段を読んでみるとね、その第九段のところね、この34章の裏のページの2467行目、人の悟りを水に月の宿るがごとしって書いてあるね。そうするとこのとこじゃもう人が悟りを得たんだよ、確かに燃えちゃってる話になって、そうするとここのところにどうしても、まさに人の悟りを売る話がこの段に書いたんじゃないかって、まあ胸をとどろかせて呼ぶわけで、まあこの前のあれですね、最後の時にこの次の予告編って言ってその話をした。それでまあ大体あれなんだけど、もうちょっとね立ち入ってさらにこの段の問題をね一つ、論理的に言うとすると、今ね第七段の最後のところにね、もし安理をこれ34章の表のあれの2行目のとこね、もし安理を親しくしてこりに帰すれば万法の我にあらぬ道理明らけしとあるね。ほんとね、その万法の我にあらぬ道理って言ったらね、そのこの初めの第2段ですね、万法ともに我にあらざる時節、惑いなく悟りなく諸仏なく主情なく生なく滅なし。要するにその今言ったようにね、俺の目は絶対にこう動いてんだからね、私自身が動いてんだから物差しにはならないって分かった。そうしてみるとこの物差しを通してあらゆるものがあれがありこれがありと思ってるけれど、そういうのが本当はないんだっていうことね。それで諸仏なく主情なく生なく滅なし。それでそれじゃあって言ってどうなのかっていうと、ただ一つの生命迷いとか悟りとか諸仏生と生なく滅なしですね、そういうその出入りが全くない、べったり
生命実物だけなの世界ですよ。諸法無我世界だ。それだからその時には迷いや悟りやっていうのないんですよ。ところが今の次の第九段では人の悟りを得る水に月の宿るがごとしとこういうんでね、これは仏道の世界だ。仏道の世界じゃね、法が己に昇殿したとき、そうすると迷いの人がちゃんと悟りを得るんだね。悟りを得る話だ。これは第三段にあった仏道元より宝剣より超出せるゆえに消滅あり名護あり 消滅ありだ。それでこの時には仏道の時にはそういう悟りや迷いあって諸仏も衆生もある。そうするとこのところね、今言うようにそのどうしても迷いからもう悟りへ修行、修行凡夫の修行から諸仏へっていうね、こういう推移が移ることですね。推移があるわけだ。でまたね、全くその前の段では全くこの暗い不幸だね、暗い不幸だけれど そういう推移っていうことになってくると如来如故っていう、そういうあの移りがあるんですね。それがつまりこの今これから読もうっていう第八段の話は、つまり動きようのない諸仏も修行もない迷いも悟りもないというね、そこの動きようのない、また求めようのない、あの人を初めて法を求めるとき、はるかに法の偏在を力学するんで求めようがない。ところがあのそこにどうしてもあのその第九段のところには人の悟りを得るっていうんだから、これ確かに得るんだ。そうすると そこのところにあの迷っているのからどうしても悟りを得るっていうあの移りがあるじゃない、推移がね。その推移去来を持ち出すためにこの第八段がね、今や具体的に滝には灰となるというね、そういう話としてこれをそういう滝には灰となるっていう、生命実物地盤としては滝には灰となるのはどういう意味かっていう、それを言われるのがこの第八段だ。いいですか。まあこの今まだこれ第8段を読む前置きの話ですよ。とにかく文章構造としてはそういうことなんでね、いかにねあの道元禅師がね、この滝には灰となるって言って突発的に持ち出したようだけれど、実はちゃんとこう用意されてて、この悟りようがない迷いようがないっていうところから今度は悟りを得るっていう話に持ってくる、その推移は何かっていう、そこが今これから読む段の話だと、こういうことですね。それで滝には灰となる、さらに帰りて滝にとなるべきにあらず、しかあるを灰は後滝には先と研修すべからず。これまあ滝には灰となったっていうね、こんなのは一見何でもないような話だ。これ滝にこの
もう滝にとは灰となる。これがこれになったっていうところにね、これ我々のその判断としてはね、滝は滝なんだね、今それがまた灰になったと。これをね、ひとひくるめにして、その、一つのね推移を考えるっていう、これが滝が灰となったと、こういうふうにね、これが推移ってことね。それでこれが先、これが後ってこういうふうに、滝が先で灰が後ってこういう、こういうのをね等覚っていうね、まとめて考えるってことだ。滝と灰とってね、それを一つのものとして考える。それで後と先とってこう前後関係において考えるっていうのね。それが火がついたからっていうと、そこのところ因果関係も含めて考えるわけだね。それでいろんなもの、人間の頭っていうのをね、そういうのをこうまとめて考えるんですよ。それでところがね、今読んでみると、鹿あるを灰は後、滝は先と見守すべからず、知るべし、滝は滝の方位に従して、先あり後あり、前後ありといえども、前後裁断せり、灰は灰の方位にあえて、後あり先あり、どのようにそれこそここのところ、今滝が灰となるっていう話なんだけど、今これ迷いが悟りになるっていうね話を変えて読んでごらんさ。それで今まさにこの迷いが悟りになるっていうね、天命介護だ。そこのところこそ俺の知りたいところと思って、一生懸命目を皿にして読んでみると、そうするとそういう推移はないってことだね。ここはいいですか。でね、その滝と灰において一つの前後関係を考えて、そしてそれ前後関係として等覚しだ。で、滝が灰となるというところに一つの推移を考えた。そういう推移を考えてはならないということがここには言われてるんだ。それでむしろここでもって大切なのはね、滝は滝の方位にありて、それから灰は灰の方位にありてっていうのは、その方位が大切だ。方位って言葉をよく見なくちゃ。方位っていうのは今言う字と他と、から脳と書と、二つに分かれる以前、生命実物のあり方ってことね。これが方位だ。それで自他脳書を超えた生命実物の実物としてのあり方としてはね、滝は灰へ続くんじゃないってこと。それから灰は滝からの続きじゃないんだってことです。で、滝は滝切り、灰は灰切りっていうの。で、確かにね、滝は滝のあり方として、この木を切られて滝になったとこね、いう先がある。それから火にくべればその灰となるであろうという後もあるわけだ、滝にとってね。しかしながら滝そのもののあれとしては、後もあり、先もあり、後もあるわけだけど、しかしそれぐるみ滝は滝切りっていう、いいですか。それで
肺の方位、滝井の方位としてはですね、滝井のその生命実物的あり方、自他脳症を超えた生命実物的あり方としては、肺と対待する、肺との兼ね合いで滝井っていう、滝井のあり方してんじゃないんだっていうことです。滝井は滝井に入りっていうこと。肺と対待する以前なんだ。でまた肺は肺のあり方としてね、生命実物のあり方としては、滝井が燃えて肺となったっていう前がある。それからまた、その肺はいずれ土に帰るであろうという後もある。しかしながらそれにもかかわらず、そういうあり方ぐるみ、肺は肺切りだ。で決して肺の方位としては滝井と対待する、相対対待する以前の生命実物なんですね。それでそういう前と後とってありながら前後裁断してる。決して滝井が肺となったとは言えないんだ。これ滝井は肺となったっていうのは人間の頭頭角しただけだ。そのまとめて考えただけね。前後関係とし、これ火に燃えたからっていう因果関係付け加えてで考えるというのはね、人間の頭が付け加えてるんだ。でその人間の頭の分泌物以前としてね、生命実物としては滝には滝入り、肺は肺入り。これはね、まあ例えばね、今私がこれ青酸カリっていうのはどんな色しね、どんなもんだか私まだ見たことないけど、まあ、これがね、このコップに入ったのが青酸カリだとする。そうするとこれをね、これ飲めば俺死ぬんだって思うじゃない。でとうとうあんなバカなことをしちゃったから、俺はこれを飲まなきゃなんなくなったんだと前を考える。で飲めば死ぬであろうとまた後を考える。であんな不始末っていうのところが本当にあるのはね、あんな不始末はあんな不始末でポツンと切れる。だからこれ生産カリは生産カリでポツンと切れる。で死ぬのは死ぬんでポツンと切れる。そうするとね、この、問題はね、この生産カリっていうね、これにね、飲めば死ぬであろうっていう性質があるだけなんだ。これ青酸カリ、青酸カリはどんな色してっか、どんなもんだか私知らないけど、しかしながらそういう色とか重さとかね、なんとかいろいろな性質持ってるでしょ、青酸カリっていう物質にね。それと同じように、これ飲めば、人間が飲めば死ぬっていう性質もあるっていうだけなんだ。それでこれ生産カリは生産カリでポツンと切れてるんです。ところが我々いつでもそのあれなんだね、あんな不始末したから私はこれを飲まなくちゃなんないんだと考え、そしてこれで飲めば死ぬんだと、これ一つの因果関係連続して考えちゃう。それでまあ我々いつでもそういう因果関係の中で身動き取れなくなる、その時間的つながりの世界だけに生きてんだね。ところが本当はこれポツンと切れる、あんな不始末あんな不始末でポツンと切れる、今生産カリは生産カリでポツンと切れるって言ったとね、本当ね、全く新たにね出直す気になってもいいんだね。いや私が沢木老師についてた自分、私はまあノロまで気が利かないからね、いつでも失敗するじゃん。そうするとそれ見逃してくれるような老師じゃないから、バンバンって言って、面白がって大きな声出して怒鳴るじゃん。そうするとまあしょうがないから黙って聞いてる。そして
まあ黙って聞いてらもう騒ぎ浪士だってもうそれ以上言えないから黙りと、ああ済んじゃったと私はこのああ済んじゃったと思うっていうことが救いだね。どうせもう失敗したな失敗したんだしょうがねえもん。で、まあ失敗した限りは失敗したんだから、地獄へ起こった地獄勤め上げるもしょうがない。で地獄を勤め上げたらあ済んじゃったと思いそので全くね、その点、前後最短せりっていうのはこれ救いですよ。で全てね、失敗しても悲しい、あ失敗したと思う。私なんか本当によく失敗するからねで、あ失敗したと思うけれど、それと同時にもう失敗が済んじゃった、失敗したと思った時には済んでる。それでそしたら出直しゃいい。これ出直すってことは発心することだ。だから発心百千万発ってことね、いつでも出直す気になる。これ小沢道友さんという人ね、あの人はまあ大垣行った時から訪ねてくれて、そこから知ったんだけれど、小沢道友さんは戦争でもって捕虜になって、あれですね、シベリアへ捕虜になってって行った時から、途中から凍傷でもってもう動けなくなったもんだから送り返されて、そしてあれしたら両足切断しなきゃって、それで両足切断しちゃったわけだ、膝の上からね。それで小沢さんが言ってたけど、その時せめてもの、その時私が軍医に行ったのはせめて両足揃えて切ってくださいってそれだけ言ったんだっていうか、それ揃えなくてもいいのところをね、どうせ切るんだそれ揃えて切ってくださいって言ったっていうね。で揃えて切ってもらって、それからこう利息をつけて、その利息っていうやつがこう体乗っけるんだから、その傷口と義足との接触点ね、これが本当に硬くなるまでは辛抱しなくちゃならないし、歩くの練習しなきゃならない。そしてだから随分苦労したわけだけど、それでも松葉杖もつかずね、杖一本でもっていつも歩いてきて、そしていつでも微笑みを絶やさずって言っていつもニコニコしてってね、そうあれした転機となったのは何かっていうと、本日ただいま誕生っていうねことを思ったっていうんだね。何これ、両足があったのにその戦争行って捕虜敗戦したもんだが捕虜になってシベリアで凍傷にかかって、それで足切らなきゃなんなくなったってこう考えるとね、これ切りないよね。ところが小沢さんはその本日ただいま誕生って、あ両足なかったところで生まれてきたんだとこう思や、まあいつでも本日ただいま誕生で行こうっていうね、そこのところが小沢さんのねあれだったんだね。それで、そこのところね、本当にあれだ、我々いつでもね、私根本的にはね、生まれる以前に降ろされたと考えたらいいんだよ。どうせね、だから文句なく生まれる以前に降ろされて文句も言えず南無阿弥陀仏って私のね、これ結局最後はそれだよ。もうね、降ろされるっていうのね、お前降ろしてもいいかって言うんじゃないもの、一方的にお袋が降ろすんだでだからなぜ降ろしやがったって文句も言えない。
でもしょうがない何万みたいなで根本はそうだもん。で何もねもうあの即座にその文句なく生まれる以前に降ろされて文句も言えず南無阿弥陀仏、そしてあしかし俺がいたって言ったら本日ただいま誕生って思ってりゃいいんだね。でそれがねそのポツンと切れるっていうことね。それが生命実物としてのあり方の。で、かの滝に灰となりぬるのち、さらに滝にとならざるがごとく、人の死ぬるのち、さらに小とならず、しかあるも小の死となると言わざるは仏法の定まれる習いなり、このゆえに不小という、死の小にならざる法輪の定まれる仏典なり、このゆえに不滅という、最近ね、その石川県のね、小松市のね、その信州のお寺の、住職さんであるね、今川徹さんという方からお手紙いただいた。いや、今日も今川さん、そこに見えてるわけだけどね、ご夫婦で。だけどね、この今川さんね、その去年の春ね、がんに、ね、なって、そしてまあ、それを起源に、いろいろ生じ、生死と死ってことね、いろいろ考えたっていうんだね。こうしてね、あれした挙句に、生、漢字の筆順でね、生っていう字の最後の一画。生っていう字の最後の一画、この一の字と、それから死っていう字のね、最初の一画ね、一の字と、これね、本当は一つじゃないかって言うんだね。で、こういう字作ったわけだね。こういう字があってもいいんじゃないかとこう考えたって言うんだ。そしてね、そういやこの字をね、そのどう読んだらいいかっていうんでね、そのまあ信州の方だから信州のいろいろの人に聞かれたんだね。それでまあいろいろの人のあれがまあ書いてあったけれど、そのそしてその挙句にね、あなたはどういうふうに読みますかっていう、そういうその手紙をこされたんだ。で、私はこの最後のあのこの真ん中のこの一字ね、これを一生懸命見てて、今ここって言ってね、その読んだとこういうんだ。それでね、ところがね、そのお手紙見てね、私ね、ちょうどこれこの次に喋りたいところの喋るためにね、とてもいいね話の種これはありがたい、これ早速使わせてもらいますって言って手紙書いた。それで私としてはこれをね、その生死二つに分かれる以前の無双の命と、要するに生と、これ生と死とって二つ一緒にしちゃったんだ。一緒にで、それで別れる以前だとするとね、その生は生の形をなさない、また死は死の形をなさない。これこの字ね、生でもないですよね、これ死でもないじゃないか、生でもない死でもない。そうするとこれ無双だ、相がない。しかしながら無双のしかし命だ。
生死二つに分かれる以前の無双の命、まあ私はそう読みたい、お話した、あの手紙書いたんだね。そしてですね、あの生死二つに分かれる以前の無双の命っていうのと、今川さんが読んだ今ここっていうのと読むと、まさしく今この私が喋りたいところの現状公案の話なんだ。私はまあ私現状公案っていうのはね、現在が現在になる当たり前の深さっていう話にしたいんだからね。要するにそのどっちどう転んでも大命なんだ。それと同時に今この実物こそ大命、これがね現状公案なんです。で、かの滝に灰となりぬるのち、さらに滝にとなるがごとく、滝にとならざるがごとく、人の死ぬるのち、さらに小とならず、しかあるを死の小になると言わざるは、仏法の定まれる習いになり、このゆえに不小という、死の小にならざる、法輪の定まれる仏典なり、このゆえに不滅という。つまりね、